Do you have a VTEC? VTEC Club。予選は 2.2 リッター仕様の S2000 が抜群のポテンシャルを見せ、ほぼ互角のワンツー。最大パワーを誇る NSX では3、4番手に甘んじ、バトルで巻き返しを図る。準 DC5 はポテンシャルを出し切れず最下位に終わった。究極のチューンド VTEC が筑波に集結。最速 VTEC マシン決定戦。あのね、コンディションの差もあるかもしれないですけど、ちょっと不安要素ありますが、面白いバトルしたいと思います。とにかく行くしかないでしょう。後ろの方の NSX とか S2000 速いんだけど、まあこれちょっと小ぎたないブロックでもして忍ぶしかないね。頑張ります。僕はこのリトモさんのかっこいい NSX を担当します。ちょっと馬力はないんですけど、楽しんでバトルしたいと思います。この NSX は NA の最大排気量なんで、コーナーはゆっくりストレートでガツンと抜いて優勝したいと思います。頑張ります。とっても気持ちいいです。このフィーリングが伝えたいけど伝わるでしょうか。楽しみです。車の作りがすごくいいね。バランスがいいしさ、あとね、エンジン 2.2 リッターもトルクがあって気持ちいい。1分00秒7っていうのは素晴らしく速いよ。まあ、ちょっと谷口のジェイズレーシングはやっつけないとまずいね。現役をやっつける。面白い企画でしょ、VTEC クラブ。バトルはローリングスタート方式、逆ポールの5ラップ。全車入念にタイヤを温める。森戸さん結構やる気です。さあどうなることやら。1周目は激しいだろうね。トラクションに不利な条件の FF マシンのアキラは何か企んでる。アキラ引っ張るね。なかなかちょっとこんな回転落とさないでよ、アキラ君。アキラは K20A の優れた低速トルクを利用しスタートダッシュにかける作戦か。バトルスタート。しかし作戦失敗。後続マシンが左右から襲いかかり、全車横一線。危なすぎ。スタート直後のジェイズ S2000 はさすが 2.2 リッター鬼のダッシュを決める。どりどりも格上のルート KSNSX に食らいつく。飲み込まれたアキラ DC5 は八方塞がり状態。スプーンの大輔はポジション取りを失敗、ビリに転落。横一線バトルを制したのはジェイズの谷口。ジェイズが逃げちまうよ、ガレーシ。ドリドリのプレッシャーにカレーシ選手は思わずシフトに手こずる。シーウエストのドリドリは一気にインに飛び込む。しかし立ち上がりは NSX か。早いね、みんな。ドリドリは現役時代さながらのプレッシャー攻撃とレイトブレーキングでカネシ NSX のインを奪う。バッチリとセッティングが決まった S2000 とドリドリの組み合わせは切れ味最高。コーナリングスピードの高いオリダーのリトモ NSX はコーナーで前2台に近づくが、立ち上がりで離される。早いよ S2000 はやっぱり。やだ、ビリには乗りたくない。焦る大輔選手とは対照的にベストラップでアタックを続ける谷口。今日クールじゃん。逃げられるぞとは言いながら、ドリドリもベストラップを刻んで谷口を追う。後ろでは DC5 のアキラとスプーンの大輔が熾烈な5位争い。この2台は共に2リッター同士で加速は互角。コーナーの飛び込みは FF ながらフロントに245を履く DC5 が速く、クリップからの脱出はギアに255を履く FR の S2000 が速い。
アキラは GTS とスープラで鍛え上げた巧みなブロック走法。しかしここでブレークアウト、クリップを外す。大輔が勝負に出るが、進入はやはり DC5 が速い。一方、逃げ切りを図るジェイズの谷口だが、予選で顔を出した ABS の不調がそれを邪魔し始める。バトルは残り2周。これで2台はスタートの時と同じ位置関係になった。ドリドリはプレッシャーをかけるためインベタで進入。しかし立ち上がりで孕む。いいね NSX ね。ホリダーはすっかりバトルを忘れ NSX を楽しんでます。そして5位争いはまだ決着はついていない。ジェイズを追うドリドリのシーウエストは熱だれか。直線はこっちの方が速そうだな。あー少し速いな。いやー単独走行走り行くぞ。スリップハイライスリップ行け行け。アキラに抑え込まれている大輔はイライラでテンション上がりっぱなし。最後の1コーナー勝負にかける。アキラは相変わらずクレバーな走りで応戦。しかしここで DC5 のフロントタイヤが根を上げ出したか、立ち上がり加速が悪化。大輔のスプーンが前に出る。立ち上がり勝負、シフトミス。こっちもシフトミスしたけど前に出れた。よかった。さあ後ろからドリドリがどう仕掛けてくるか。谷口はミラーを見る回数が増える。いける。あーチェッカー。ここでチェッカー。チューンド VTEC 最速の称号は 2.2 リッター仕様の S2000 がワンツーで不動のものとした。君たちは、ね、NSX がもっと速いのかなと思ったけどそうでもなかったね。いやこれかっこいいね。そうですね。 GT 選手権も GT500 張りで超かっこいいじゃないですか。僕ねそう聞きたかったの。オーナーやっぱね GT500 に憧れてこういう車作ってるじゃないですか。ハンドリングとか雰囲気どうなんですか。あでもね結構やっぱ似てますよ。ありますよ。あ、流れ出しとかフロントの抜き方とかそのすごい似てる。あーよかったですね。よかったこれからも楽しんでください。インテアウト S2 選手もやりやすい。遅いところ速いところがはっきりしてるからやってる方としてはすごい面白い。